はい。あはい、あ、はいはいはい。はい、ファンコイさんです。呪いのギター。呪いのギター。もう、ファンコイさんといえば呪い。呪い。呪いですね。呪われてる人もいるし。呪われてる人いますね。もう本当事件が止まないですね。素晴らしいですよね。素晴らしい。まあ、そういう話で。こういう話で。はい。今日はね、呪いのギターの。今回の呪いのギターなんですか。もう呪いっぽいのはコースティックギタードン。はい。ほら呪われてるよー。はいドン。お、普通ですね今のところ。しかもこれ結構高い方のランクのやつじゃないですか。いやこれ高い方のやつですよ。あ、タコマン。タコマン。これ。これね一見普通に見えるんですけどね。はい。ちょっと横を見てもらうと。はい。これですが来ましたね。なんかさ、タコマって有名なんだよね、浮きで。そう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 。だから、なんで、リコールじゃないけど。うん。これですから。すげえ、あ、これでもう剥がすんで。サイト層？サイト層、うん。これこれ。もう。カラメルみたいですね。脱皮ですよ。これはちょっと俺、今まで見たやつの中でも結構すごいものだね。すごいよね。すごいよ。もうだってもう一瞬でこれいっちゃいそうだもんね。ちょっと見てください。はい。こんな感じですね。すごいよ、ほら。もう日焼けした人みたいになっちゃったね。裏はもう。うわー。すごい。もう本当に、ウキウキですね。ウキウキ。ウキウキではない。ウキウキのウォッチのもん。一時期、実はこのモデル僕1位欲しかったんですよ。あ、はい、このタイプのやつ買った上のやつ欲しいなと思って、しかもちょっとあの普通のモデルよりも少しあのシェイプが細身というか、なんかちょっと流行ったよね、なんかね。そう、小ぶりなんでいいなと思ったんですけど、で中古で探すじゃないですか、うん、タコマって、うん、あのその注意書きのところに浮きありませんとか、あ、タコマによくある浮きありませんとか、タコマなので浮きありますみたいなのがあるんだけど、結局何だったんだろう、製造のふりあれだよね、不備というか、うん、だから数年後とかに出てきちゃったんだろうね、やっぱ売ってから。うん、でもなんかさ、良くなる理由でもあったのかな、こうする、やっぱと密着が悪いんだろうね、下地との、うん、密着が悪い方はちょっとなんか音良くないとか、そういうのあったのかな。いや、ないっしょ。めっちゃくいい方がいいでしょ、どこらへんの塗装は。なんとか塗装っていうのをやってんじゃなかったっけ、このタコマって。まあ、だからこだわりがあったんじゃない、だから。でも。それが裏面出ちゃったみたいなことじゃないの。まあ、音へのこだわりっていうよりは、まあ、なんかこう、楽に綺麗に塗装できるみたいな、やり方だと思うけど、ね。コスト面みたいなこと。うん。なんかもう、気持ちいいのでも剥がしていくのもん、これ。まあ、これはあの剥がしていいことになってますね。はい、お客さんのギターを今仕事してるだけだな。お客さんのギター破損させるわけじゃなくて、これはだから剥がしてあの塗り替えなんで、ね。なるほど、はい。トップはなんかそんなにあれね、割れはあるけど。まあそうだね。うん、まあでも一回全部剥がさないとダメだろうな。うん。すごいね。俺ここまでのやつはちょっと初めて見ました。これすごい呪われてるよね。うん。これはもう本当夏休みの感じだよね。夏休み、あ、焼けちゃったみたいな。そう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 。で、お客さん持ってくださったわけでしょ。そうそうそう。剥がれかかってるギターがあるんですよ。うん、もうめちゃくちゃとにかく剥がれてて、で見たらうわあ。でもこの場合逆にもう剥がれてた方が楽だから。そうね、剥がすこっち的には。そうだね。うん、でもメーカーはもう終了だよね。こんな。タコマってもう終了してんじゃないかな、もしかしたら。でも、ね、クレームで終了だよね。だって直せないじゃん、こんなんで。まあし直したよね、ちゃんと別の方法使って、うん、てか交換とかじゃないもんかよ。だってよくあのその中古のやつとかでも塗装され直してますとかあるもん。あ、そう、これ多分結構上位ランクのやつですね、ちゃんと芝もエボニー使ってて。そう、リミテッドエディション。またこのこういうのとか接着するのとかめんどくさい感じの位置だね。これね、多分ワシの頭をイメージしてるんですよ。ああ、なるほど。イーグルの。ああ、くちばしかな。別に音響的に考えられたわけじゃないですか。多分まあそういうデザインだと思います。デザイン。あ、ほらここにトリヘッド。鳥多いよね。あ
メリカ製のギター。アメリカってあの和紙だっけ？アメリカの。そういうことか。だって建国記念モデルとかって大体こう。ああそうだよ、ね。マニアバードとかもあれ。鳥がいるじゃない、和紙がいるじゃないですか。じゃあこれが綺麗に塗装されると。そういうことですね。予定では何ですか？薄めのラッカーですか？そうだね。うん、ラッカーです。全部和紙。全部和紙。でも多分そんな大変じゃないと思う、うん、ヘッドとかも大丈夫なの？いや、ヘッドも剥がす、ね、そのこのあ、まあ、大丈夫じゃない、これはシールじゃないそうだね、うん、頭だけ剥がしてあげればね、うん、だから少なからず店頭でこれの中古を見た時に、うん、やっぱり剥がれてて、うん、やっぱやめたもんね、うん、あそうだよね、だから、うん、まあ今さら気をつけろもクソもないかもしれないけど、うん、新品買うと逆にこういう危険性もあるってことだよね。わかんない不良が出てくる可能性もあるっていうか、うん、で、タカモもさ、下のレベルになっていくとさ、あのこういう塗装じゃなくなってくる。あー、だから大丈夫だろ。そうそう。逆に。そうそう。あの、安いモデルですけど、まあ、あの、そういう塗装じゃないから、なりませんよ、みたいなのを、なんかこう、美点に書かれてる。あー。それがメリットになっちゃうんだ、みたいな。タカモって誰が使って有名だったのかな？やっぱチャーさんじゃないですか。あー、チャーさん使ってたんだ、タカモ。完全にそれだよ、日本は。あ、そうなんだ。なんか、いつぐらい？ 20 年も経ってないか。うん、15年前ぐらい。チャーさん今タコも使ってないよね、多分ね。使わない、ね。チャーさん俺オベーション使ってるイメージが強いかな。あー、昔ね。オベーションとヤマハ？あー。ヤマハなんか変な形したギター使ってる。もう、チャー玉なしはもうね、そこそこにしとかないとまたね、また大変なことになるんでね。そうそう、あの時代の風邪をわからない趣味はって言われちゃうからね。そうそうそうだって生きてないんだからしょうがないはい、でこれをじゃあまたちょっと塗装して、うん、そうですね、ちょっとご紹介したいなっていうことですね。まあ塗装っていうよりはこういう症例のギターがあるよっていう紹介したかっただけなんで、うん、でも見たいんじゃないですか、お客さんは。あ、視聴者仕上がり、仕上がり見たいんじゃないですか。まあ、はい、でも見た目変わんないと思うよ、うん。いや、変わるな、見た目めちゃめちゃ変わるだろ、これ。想像通りの、想像通りにしかならないと思う。いいじゃないですか、想像通りで。まあでもいいギターですよね、多分ね。塗装だけでしょうね。うん。はい。弾いてないですけどね。まあでも他はまあ聞かない。あ、でもなんか。あるね。あるね。フェンダーでしょ。ああ、だから君の剥がれたフェンダーもそうでしょ。あれは塗装浮きっていうかは、あれだよね、まあ塗装不良だよね。だからまあ似たようなもんね。まあそうですね。あと GLL かな。あー、 GL も塗装厚いですからね。なんかでも同じ感じでパリパリ剥がれちゃうみたいな。ああとは俺が学校の時に作ったギターだね。あ、それでショックだったんでしょ。パリパリパリ剥がれやがって言われた通りにやったのに。そうそうそう。なんなんすよ、先生が吹いてくれたのに剥がれたから、もう腹立つわ。ちょっと ESP ダウンしないとダメだな。本当に大丈夫ですかそれ。まあダメでしょ、ダメでしょ。ということで今回ご紹介したのはタコマの、まあ、ハイグレードモデルかな、うん、モデルのタコマによくある塗装浮き、このヤバいやつ、ヤバいやつ、こんなすごいの見たことないレベルのやつですね、うん、これをまた、再塗装して、そうですね、はい、はい、いう感じに仕上げたいと思いますので、まあ、出来上がりもちょっとご紹介できればしたいなと思います。まこしさんでした。ありがとうございました。